はい、どうも、こんにちは。こんばんは。ミルバケストでございます。ということで、青鬼2第5回目やっていきたいと思います。<laughs> で、えー、ここがね、もうすでに光っておりますので、青銭ゲットしておきましょう。受け取る。はい、青銭ゲット。はい、えー、っと、前回はどこまで行ったんだっけアイテムはプラスドライバーと、あ、ペン ペンチを手に入れたのかなペンチを使うようなところってあったかなそう。で、あたら、あ新しいところ入っちゃったっていうところだよね。確かね。そうそう。ここ、ここか、ここ穴開けて、で、この穴入れるのかなこの穴でペンチを見つけたんだよね。で、穴入れるのかなと思って入ったらこう、新しいとこ来ちゃったよ。っていうね。っていうところだったと思います。これは何だい トイレ掃除用のブラシの棒部分が二つに割れている。触れると一つ取れてしまった。長い棒を手に入れた。ほう。長い棒なんか使うのかね。さて、こっちはあー入れちゃったびっくりしたー。誰ーミカか。よかった。無事だったのね。ええ。たけしも一緒です。一緒に行きましょう。嫌よ。 あの怪物に会うかもしれないじゃない。うん。それに、拓郎に言われたの。ここで待ってろって。拓郎はどこへ拓郎は、一人で出口を探しに行ったわ。わかりました。うん。じゃあ、それで終わりなのかな拓郎、大丈夫かしらうん。 ミカに出会いました。でっかい雲がいる。現実でこんなにでかい雲がいたらびっくりする。<laughs> さ、なんかあるかなん何か中にある。金属製の筒を手に入れた。またなんか、何に使うのかわからないものが増えてきたな。ここにはないと。で、こっち側もいけるっぽいと。ほう。 ちょっと失礼。セーブ。セーブ。はい、セーブ完了はい、えーっと、ここはなんか見たことあるな。あ、んどこだここはなんだんエラー。エラーってなってるね。なんか、線みたいなものが必要なのか。 線みたいなもの。あれじゃあ、ここ見たことあるような気がしたけど、気のせいだったんああ、やっぱ気のせいだったみたいね。新しいところだね。めっちゃ新しいところや、ね。あーびっくりした <laughs> いきなり出るなよ。うん、進め進め、そして。 あ、あ、よかった、よかった。ミカと、ミカのところまで、青鬼を連れてきちゃうかと思ったわ。まったくもう、まあまあおびっくりさせやがって。はっ、よしよし。<laughs> まったく、まあ。勘弁してくれよ、アントんで、ここが、一枚だけないね。 額縁だけが飾られている。うん。で、こっちには行けない。こっちには行けない。行けない。特に何もない。椅子も動かない。よし、オッケー。うん。よし。じゃ、こっち入ってみるか。はぁ、あ、鍵がかかっているようだ。あ、そうかい、そうかい。 どっから相手出てくんだよ、青に。よし。じゃ、一回戻るか。足りないからな。んちょっと待ってよっ。あんまり、あんまりうろちょろしたくない。また出てくるから。ここってもしかしてさ。あ、でも一本足りないからダメか。うんと、なんだっけ。ペンチ使えるかなと思ったんだけど。 ここでは使えない。そっか。じゃあやっぱり、配線的なものをどっかで手に入れるしかないな。で、ミカはずっとここで待ってるのね。はい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 じゃあこっち側に行ってみますか。一回、一回セーブするよ。 あセーブ完了したらなんか、青ゼニが復活してるからまたもらおうかな。はい、青ゼニゲッツ。さささ。セーブ完了よし、じゃあ行くよ。んと、こっち壊れかけのドアだ。開けられそうでは開けられない。っていうことは、まだ斧かなんか持ってたっけないか、ないね。斧っていうか、トンカチか。 なくなっちゃったね。そうこれなに頑丈な作りをしている。金属製の筒。なんだろうね。開けられそうで開けられないから、こっちはいけないのか。うぅー、びくしゃい。じゃ一回戻るか。んまだ雨の音がしてる。どういうこと えーっと、でもここら辺ってもう全部見たいよね。ここら辺はもう全部見たいよね。うーん。なんか、他にあんのかしら。 ここら辺ももう全部見たよね。ここも開けたし行ったよね。そうだよね。そういえばここのここドカーンってなってから奥行ったここ入ってドカーンってん奥は行き止まりのようだ。なんだ行けないのかい そうかい。うわぁ、やっぱり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 、でもう、無理じゃない、無理じゃない、ああ <laughs> 無理だよ今のは。いやいやいや、さっきのは無理ゲーだったでしょう。はめ、はめ、はめだったでしょう。はめゲーだったでしょう。 でも、こっち行けないから、どうしようもないからな。あとはなんかないかな。もう一回こ、ここ見るとかないか。ないか。わかんないな。ちょっとヒントをもらおう。ヒント見まーす。うん。配線が切れていて機能していないようだ。見ればわかる。見ればわかる、それ。ちょっとさらにヒント見まーす。 音楽室のピアノの線が使えないだろうかなるほどね。えっと、でもどうやってピアノまで行くんだピアノ、ピアノ、ピアノ、ピアノ。そういえばピアノ見てなかったわな。そうだわな。ピアノ、ピアノ、ピアノ。こっから登れるのかあ、登れるんかい登れないのかと思ってたわ。音が鳴らない鍵盤があるようだ。うん。じゃあ、ここで、アイテム、ペンチだね。 あり。ここでは使えない。こっちか。おいい感じじゃないうん。切れてる線があるね。じゃあ、ここで、アイテム。ペンチ。取れかけているピアノ線をペンチで切った。ピアノ線を手に入れた。よーし。じゃあ、これを使って、さっきのところの配線をどうにかすればいいってことだね。 ここね。はい、エラー。じゃあ、ここでアイテム、ピアノ線使用すると。電線が切れた部分にピアノ線を取り付けた。動作を始めたようだ。ほう。で、何かカード的なものをスキャンしないといけないのか。カードは持ってないね。カードは持ってないね。 何かの機械のようだ。いやいやわかる。わかってる。これ、何プラスドライバーかなんか。あああ金属製の筒のネジを外す。おーいそんなことがあったんかいうん <laughs>。絵画を手に入れた。<laughs> ああ、ということは、あれだね。絵画っちゅうことは、あの、 一つだけ額縁しか飾られてなかったところだね。セーブするよ。よっしゃ、行こう。はい。ここだね。ここの一つだけ額縁があったところに、アイテムで、えー、絵画。有名な音楽家の顔が描かれている。これを使用します。絵が,がく額縁の中に収まり、何か 落ちてきた。額縁の中に引っかかっていたようだ。プラスチックのカードを手に入れた。はい、はい。セーブカンドロじゃあ行くよー。えーと、カードを手に入れたので。うえいしわ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 しでもここは確か開かないんじゃなかったっけーあーくそー。開かないんじゃなかったっけ 開かないよね。うん、鍵がかかってて開かないんだよ。どうにかして巻かなきゃいけなかったんだけど。あ,あやっぱり、あれか。ランダム青鬼か。絶対無理なところに出てくるな、あいつ。はい、じゃあ、プラスチックのカード、これを使いましょう。セ,セキュリティカードのようだ。使用する。カードを機械に通した。どこかのドアが開いたようだ。 ということは、あれだね。えっ、ー、と、音楽室のあの、開かなかった扉のところじゃないかね。じゃあ行くよー。<laughs> よいしょ。ここかね、開いたのはね。開いた開いた、うーんと。さっさあ見ていこうじゃないか。えっ、ー、と、なんか奥の方に光るものがあるね。えっ、ー、と、ここら辺には特に、 何もないのか。あの、光るものを手に入れる感じかな。光っているものが見えるが手が届かない。ここで、じゃあ、長い棒でも使えますか。はい。長い棒で光るものを手繰り寄せた。バールを手に入れた。バール。あれだね。あの、壊れかけた扉だね。おそらく。じゃないかな、と思うよ。 よいしょ。壊れかけの扉はどこだったっけ壊れかけの扉は、まだいるあ、まだいるね。よいしょ。あ、またボーンってなってる。 <laughs> じゃあ、もう一回もらいましょう。はい青うぜゲッツよいしょ。じゃあ、ここだね、おそらくね。壊 <laughs> れかけのドアだ、開けられそうで、開けられない。ここに、バールを、金属製、見た目より軽い。 ここでバールを使用してみます。バールでドアをこじ開けた。はい、開けられました。ん誰かいた先生だよかった。また合流できた。ミカとタケシ、両方無事です。タケシは1階でロッカーに隠れていたので安全だと思います。ロッカーにそれで、タクロウ君は 出口を探しに行ったようです。拓郎を探してきます。私は、たけしくんが心配だから、見に行ってみるわ。うん。拓郎を探す。やっぱり先生と一緒に行く。うーん。うーん。セーブしておけばよかった。じゃあ、一応、たけし君が心配だから見に行ってみるわうん拓郎を探すやっぱり先生と一緒に行くうーんうーんセーブしておけばよかったじゃあ一応たけし君が心配だから見に行ってみるわ うーん先生と一緒に行こうかな。なんか先生教われそうじゃん。で、先生と一緒に行こう。ね <laughs>。先生一人だと危険です。私も一緒に行きましょう。ありがとう。でも私一人でも大丈夫。あなたは拓郎君をお願い。わかりました。先生。何たけしを、よろしくお願いします。 え先生、フラグだよ、フラグ。これ先生やられるフラグだよ。絶対そうだよ。絶対そうだよ。そんで持って。そしたら、今度どこ行くんだろう。わし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 おここ外に繋がってたのかい。そんで。 あ、やべ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 ,やべー <laughs> 全然わかってなかったわ。ちょっと待って。どっかに、どっかにロッカーなかったここ上は上行けたんだっけでも、あ、ここミカちゃん、ちゃんミカいるからダメだ。ちゃんミカいるから上行けねえし。まあ、さっきのところだな。外通って、隣の部屋行って、っていう感じだな。あ 出てこないんかいけえへんのかいまあ、いいけどもこれはなんだ青黒い水が溜まっている。ん,んで、こっちはおい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 重いよ重いよ鍵がかかっているようだ。ここは びっくりしたーびっくりしたーこの声はミカミカが「ああ言うてはりますけどもああ言うてはりますけども一回青銭をゲットしましょうはい青銭ゲッツーうんとりあえずミカを助けに行こう」 あ、またここもボーン言うてる。じゃあ、これももらいましょう。受け取る。はや、お銭ゲッツー。じゃあ、見に行ってみよう。ああくっ、化け物め。こっちに来い音ないんかい。音ないんかい、静かなんかい。 なぜか、そこでうろうろした。どういうことや。ミカー。ミカ食べられちゃうのか。こっちは、あちなみに。鍵がかかっているようだお。バグで音が、雨の音が出ない。ま、あ、静かでいいでしょう。よいしょ。重い。 下の広告のせいで重い。さあ、ミカを助けに行くぞ。ちょっとめんどくさいからここで一回セーブしましょう。<カ>ほい、じゃあ行くか。ミカくぅ、化け物めこっちギロって見るんだね。こっち来い こっちゃこい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 こっちゃいこちゃい,こゃい,こゃいお巻いた巻いた感じでございますねあ巻きました まぎましたね。じゃあちょっとミカチン、ミカチンどうなったのかちょっと見に行きますか。多分食べられちゃったんだと思うんだけど。まあ心配だからね。一回ちょっとどういう感じなのか見に行きましょうね。はい、ミカちゃん。あー倒れておるー。ミカちゃん倒れておるー。ミカ。ん 何か握っているようだ。バルブを手に入れた。じゃあ、あそこだね。外のバルブのところだね。はい。という感じですかね。そしたら、今日は、バルブを手に入れたところで、えーと、あとはガチャをして終了にしようかな。今回は、 ガチャどれぐらい合わせにどれぐらいもらったえっ、ー、と、100!100 100もらってるから5回回せるね。はい、じゃあガチャ回しましょう何が出るかな何が出るかなドリーンまたドロドロか。ドロドロいっぱい持ってるな。お来ますよ、来ますよ。 来たああ、ダメだ。歪みか。歪みも持ってるんだよな。あ来ますよ、来ますよー。ほ、はい、出たああ、鼻毛か。鼻毛ぼうぼう丸か。これも何回か出たな。はい、来ますよー、来ますよー。こんにちはんああなんだこれ 何これマッスルマッスルなんか、マッスルマッスル,ッスル,ッスルみたいな感じだね。マッスル青に、これ初だね。じゃ、最後の一回行きましょう。さあ、来ますよー、来ますよー。入ったわああ、なんだー、牙か。牙も何回か出たんだよな。そういえば、これって、 今持ってるマスク、見、見れたりするのかなあ、見れるわ、見れるわ。これが今ノーマルで、これマッスルだね。で、ええー、鼻毛と、ドロドロと歪みと牙がいて、このちっちゃいのは結構レア度が高いんだな。下の方にいるね。あとこれね。<laughs> どうしたの、青鬼。何があったのっていう。やつね。鼻血出てるし。これも結構レア度高いんだね。今のところ一番下のところに出てるね。でも、この、怪我してる青鬼も星2っていうことは、星3はもしかして一つしかないのかこれ星2だよね。星2だな。星2だね。 星3中のが、あと一枠ぐらいしかなさそうなんだけど。どうなんでしょうね。はい。という感じですね。はい。<laughs> また、またボーンってなってるすけど、これは次回撮りましょう。はい。ということで、えー、ここまで見てくださってありがとうございました。ミルバケゲストでした。ではまた次回、アーデュー